はい、ひろみです、今回もポケットモンスターバイオレット続きやっていきたいと思います、前回は、ジムリーダー戦やりましたので今回はね、ルシポケモンやっていきたいと思います。違うんですよ、ピカチュウじゃないんですよ。はい、あざーす、あざーす。まあ休もう、一応ここで空を飛ぶポイントが設定されるので、まあ体力は回復してるんですけど、はい、ザッ、あ、新入生です、新入生です。どうしよっかね。虫ポケモンはにいるんだけどね。お、これクレイ。そう、ボールタウンもね、この近く、このルート先にあるので、そう、で、比較的、あ、そうですか。で、なんだっけ。からの根っこ。ここまで虫ポケモン終わったら、これ、あう。はい。倒しちゃったんですけど、それが功を奏してか。はい。クワッツ、進化です。はい。ウェルカモに進化した。すげえ、なんか歓迎してくれそうやな。はい、なるほど。各地方にいろいろあるんかな、そういうのが。踊り、的なのが。で、次にフォーゲーターも進化です。はい。で、御三家はね、レベル16で、基本的には進化なんですよね。はい、アチケータ。なるほど。まあ、技は覚えないのか。はい、じゃあ、行きましょう。もうそろそろだと思うんですけども。も勝負してないね。まあちょっと、回復させて1000ポイントしましょうか。はい、回復してましたので、一応ここも空を飛ぶでクレイオンになりました。あ、はい、すいません、動画外でやっときます、すいません。で、おっ、ペッパーかな。どうも、はい、ほう。あー、ということで、高い髪に引っついてるってことか。あー、了解。まあ、どっかの壁に引っついてるってことなんでしょうが、はい、これくれ。この辺、だと思うんですけど、はい、飛び降りて、あの存在にちょっとびっくりしてるわ。なんかこれくらいの声が聞こえるけど、どこ？まあいいや、後でさ、あと。この先に言ったよな、ああ。まあちょっと小さいポケモン気づかず引いちゃうパターンはあるあるだと思うんですけど、登るか。上から見たらわかるかもしれん。まあ、登ったらね、ここも一応セーブポイントにはなるので、ね、セーブポイントというか、空を飛ぶポイントね。あ、ちゃ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 。よいしょ。多分上にコレクレが、捕まえられるタイプのコレクレがいると思うんですけど、あ、いましたね。マザマシンゲット。指を振る。おー。わからんな。もうちょい先だもんな。ウィー、落ちた。そろそろだと思うんだけど。あ、いました。あれですよね。絶対あれやん。引き継いでるやん。しっかり引き継いでるやん。
あれ、どうやっていくの、どうやっていくの、いや、あんと、うん、あ、分かってんねんけど、分かってんねんけど、見ててんけど、あれどうしたらいいの、あれどうしたらいいの、おう、あ、なんかいつの間にかおったわ。どうも、どうも、どうも、はい、虫ポケモンですね。なんかこれ見るとさ、とても、まあどう、これ逃げられなくなるんですけど、まあ逃げないんで大丈夫です。水タイプ、じゃあ岩タイプなので水タイプが抜群に入ります。あ、それ調べたんですけど、このクワックス、ウェルカモで、ちょっと物理攻撃用が強いので攻撃力上がった。ん？あー、何基準なんやろ。体力が半分以下とかか。そう。で、物理、特攻よりも、物理攻撃の方が高い。うわー、来たー。めちゃくちゃダメージ食らった。え？あ、で、体力は多分、キリキリになると、逃げちゃうんですよね。で、あ、下におる、下におる。壊して、何かを食べ始めた。あ、これがなんか秘伝スパイスなんかな。あ、まあまあ、見つけました。はい。あの、ひっついてましたよ。壁にひっついてましたよ。どうも。で、ここでペッパーとダックを組んでバトルになるんですね。うおー、なんか、遺伝スパイスの力を得てパワーアップしたってことか。わー、きついね。テラシャ切っちゃおうか。あ、シェルダー使ってる。やばそうじゃんってないやん。あの、なんかちょっとなんか料理名で言ってくるやん。これで、テラッサイスイッチで水鉄砲が2倍になりますね。岩石風刺。うおー、マジか。マジか。向こうの方が早い。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。じゃあ、パモで。そして、スリスリ打とうか。その天気を、あ、そっちか。麻痺状態にする。で、ちょっと回復させよう。まあ、回復ってか復活ね。結局なんだっけ、あれして終わった。オッケー、テラスタル、無駄にテラスタルして終わってしまったからな。で、まあ、テラスタルは一回、そう、やってから禁止になっちゃうと解除されちゃうんで、だから今はテラスタイプではないです。うん、まあ、大丈夫です。それは大丈夫です。逃げられない。アクジェ。アクジェ物理技だから、多分こっちの方がダメージ取るんじゃないか？あ、多分体力半分以下とかかな。結構苦戦強いられてるな、序盤やけど。多分レベル16とかだから、だから、おう、やった。あいつ、そう、ジムリーダーの、カエデさんよりかはちょっと同じぐらいの強さですかね。よっしゃ。まあ、なんか攻略本買ったんですけど、これ
チームにはその、次はボールチームクリアしてからこっちって書いてあったんですけど、個人的には多分もう道中やし、主ポケモンさっき倒した方がいいのかなとは個人的には思ってます。まあこれは好みあるので、はい、どうも、そこは人それぞれ好きな方に好きな風にこう、攻略していけばいいと思うんですが、あれでもあれヒデンスパイス食べちゃったけど、あ、結構いっぱいあるのかな、ヒデンスパイスって特定の場所にはなんかめっちゃ生えてるみたいなやつなんかな。おう、なんだ、おう、あれか、光ってる、へえ、見た目に書いてあるんや、甘スパイス、ほう、いや、ペッパーのおかげでもあるよ。ほう。そうなんや。胃薬的な感じなんや。大体さんや。じゃあ。ほう。あ、どうも。そんなん作ってええの？なんかポケモンリーグから怒られへん、大丈夫？なんかかわいいな。やっ、あ、サンドイッチ食いたいのか。自由だな、未来ドン。おう、あ、あげない。ああ、もうあげるよ。話進まないんでしょ。はい。てか完全にこの見た目でさ、あのサンドイッチ食ってんのすっげえ分かんねんけど、なんか悲しい。あ、はいはいはい、どうも。あ、さ、さ、あ、なんか楓さんの弟子とかなんかな。お、なんか、ライド技ダッシュを覚えた。ほう。まあ、ヒデンスパイスだから、なんか結構強くなるのかな。なんか科学の力ってすげえみたいな言い方して。きっとなんだ？あ、まあ、ダッシュ。速く走れるようになるってことかな。おう。あ、めっちゃいいやつやん。了解っす。でも僕さっき、あの、ジム挑戦したいです。はい。すまん、ペッパー。なんだ、あの、スターダウンどうにかしないといけないんで。あー、いえ。ん？もういいぞ。なんだ？なんか、誰かいるんかな？ポケモン？かな？ま、なんとか、なんかな。あ。なんだ、誰だ。あ、普通、あ、そっか、連絡先交換したな。なんかもうカシオペアの一件でさ、なんか乗っ取られたんかと思ったけど。ダッシュ、ほう。あー、なるほど。はい。了解。はい。そうします。次、ジム行きたいと思います。よろしくお願いします。まあ、だから、ダッシュを、だから、まあ、過去シリーズで言うと、なんだっけ。なんか、もう、早いな。ダッシュであり、頭突きでもあるってことか。で、ですね。主ポケモン戦は終わったんですが、実はね、なんか主ポケモンと、なんかもう一回対戦ができるっぽいんですよ。なので、
もう一回会いに行きたいかと思います。はい、じゃあアイテム拾っとこう。ハイパーボール、おお。スーパーボール持ってないが、ハイパーボールさっき手に入れた。おお、ガーディがいる。すまんな、ガーディ。今、ガーディは、いいんだ、今は。こいつでもないよな。てか、固定シンボル、どっかしらにいるはずなので。あ、これかな？もしかして。水鉄砲当たる。ああ、自爆弾、はいはいはい。やっぱ半分以下っぽいな。交換しよう。カモカモ、ガーテックス。わー、マジか。入れ替えましょう。なんかそのパターン結構多いな。捕まるかな。モンスターボール、捕まらん。はいはい、まずハイパーボール使いました。いえ、まあ口紅には使えないので、それボックス行きではあるんですけど。で、ちょっとデータ見てみましょう。はい、主だったら崖カニですね。はい、ここはね、もう逃げちゃう。もう倒しちゃったらもう二度と出てこないので、こう要注意ですね。じゃあちょっとね、まあ、時間が余裕があるので、次の場所、どこだ？はい、次、ボールジムに行きたいので、はい。そう、書き出しトレーナーにおすすめですね。あ、設定したいんですよ、設定したいんですよ。設定できてる？はい、あっちか。ああ、あっちね。ちょい、たぶん、反対の旗当たってる方って多分、あれですよね。スターダンのとこですよね。まあ、前回ジムで、今回、虫ポケモンだから、まあ、順番的に、スターダンの方がいいんじゃないという意見も、出てきそうな気するんですけど、まあ、今ね、あそこのとこ行ってもレベル差がすごい高くて多分勝てないんですよ。なので、先にボールタウン行きたいと思います。はい、ちょいちょいカバンあるな。はいはい、これくれね。まあアイテムはちょっと拾っといて、野生ポケモン戦はスルーでいきたいと思います。まあそろそろレベル上げとかね、したいの。まあ実際今のところも結構ギリやったしな。おう、あれじゃん、なんだっけ、サンムーンでできたポケモンで、ボルタン到着で、ここ回復しとこう。はい、回復終わって、セーブポイント、空飛べ来れるようになりました。
ちょっと探索だけするか。まあ、事務戦は次の動画でやるんですが。風車だ。あー、なんか言った気するね。なんか、学校の本かなんか見た気がする。はい、からの根っこ。やけどに注意。なんやろ。あー、なるほど。具材か。で、あれがジムか。ジムは、まあ、ジム場所だけ分かったけど、白っすね。美味しそうだな。まあ、ちょっと探索をしましょう。待ち合わせされと。なんか、それさ、初代赤緑のサファリゾーンのそんなやつおったな。全然待ち合わせ場所に全然来おへんみたいな。あ、この人ちゃう。この人ちゃう。待ち合わせ。あー、そういうパターンね。変な置物を前で待ち合わせしようって言ったけど、意外と多かったパターンね。なんか、あー、なんかひまわりのやつがあるって言ってたね。あー、はいはいはい。確かに気になるな。で、まあ、学校ごとでも、今のところまだなんか新規のイベントは発生してないので、有名な、あ、拾っちゃいました。あ、まとまって拾っちゃいました。投げつける。まあ、何もイベントは発生しないので、どうしようかな。アカデミーね。あ、これなんか、あれだよね。なんか、オメガルビー、アルファサファイアで出てきたやつっぽいよね。僕、知らなかったんですけど。じゃ、ちょっと、どうしよっかな。あ、はいはいはい。ジムね。はい。まあ、入らないですけど。他なんかある？なさそうだね。心のやばくないって言われてる。はい、ちょっとテーブルシティ戻ってきました。まあ、テーブルシティでなんか特にイベントがあるわけではないんですけど、でなんか全然なんか子供大変だって言ってる。そう、なんだっけ。全然、なんか、テーブルシー一周を、そういうやってなかったなって思ったんで。で、なんか、ここもサンドイッチ屋があって、なんか教えてくれ、レシピ。やった。あざっす。あざっす。まあ、時間ちょっと余裕があるので、はい。回っていこうかと思います。広いよな。まあ、さすがパルディア最大の都市と言われるだけのことはある。結構いろんなお店があったり。まあ、大体食べ物屋さんなんですけど、食べ物屋さんか、まあ、美容室か、みたいなところ。あ、ここも、あれか？教えてくれるのかな。あ、なんか各 C につき一つみたいな感じなのかな。ここコーヒー屋さんか。あ、なるほどね。ここはなんだろう。ここも食べ物屋さんか。まあ、惣菜屋さんっていうのかな。あ、ここの惣菜屋さんか。あ、ここも いや、ここは多分なんかスマホショップっぽいぞ。デリバードポーチ。そう、この、レアアイテムが結構
置いてある場所かな。ボール売り場、フォー、ヒールボール、スマホケース、ニャオファカバー、あー、なるほど。今はいいかな。はい。すいません、冷やかしに来ました。すいません。店員の鏡だ。先生詰め？先生詰めくれんの？ああ、くれるわけではないのか。敵にくれると思うやん。毎度しまったよ。大丈夫？大丈夫？あ、自分で解決できるのは それがいいですもんね。まあ、ここでなんか、口出するのは余計なお世話っすもんね。で、アイテム。この辺なんかテーブルシティの人が落としたんかな。シャワーと、あ、ちょっと落ちちゃった。今のは特に意味ないです。で、手が当たっただけです。アイスか。ここも食べ物屋さんか。多いな、食べ物屋さん多いな。いや、いいんだけど外食には困らなそうな。ネット通販。ここは入れないか。この店で何ですか。あ、そうなの。おー、ここで、なんか、おしゃれなバッグを。あー。このカバン、ここで買ったんか。デフォルトのカバンって、ここで、あれなんや。あー、あそっか、学校か。学校には別に用事ないからね。うん、服は、ないのかな。最近一回どうした？あ、確かにそうだね。この辺は何もないかな。あっちかな。どうした？なんか服とかってどこ？ここも食べ物だよな。ここなんだろう。バラと。あ、ここ食べ物か。おい、ちょっと。まあ、多分見逃しとかありそうやけど。まあ、やったらきりないからこの辺にしとくかな。じゃあ戻ろう。はい、じゃあということで今回ここで終わりにしたいと思います。はい、じゃあということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、次はジム戦からスタートです。よろしくお願いします。